こんにちは、吉谷さん。なんかビジネスやってると、そして私たちみたいな暮らしってのはなんか日々変わんないですね。どちらかというと世の中が休みになってくるとワクワクするっていうかね。世の中がのんびりしだすと売り上げ上がる、世の中がピンチになると売り上げ上がる、売り上げ上がる一方じゃないですか。ただ売り上げが上がんない人ってのはやらない人ですね、やっぱりね。ビジネスをすれば売り上げが作れるんですよね。ビジネスをやってないと売り上げが作れないと。まさにそれだけかなと思うんですよ。今年令和3年もね、いろんなことが考えられますけども、結局商品作って売る、集客する、売る、商品作る、このプロセスはなんか昔から未来永劫変わんないのかなと思いますよね。そして人は不安だといろんなものを知りたがって、情報や裏付けを取りたがって、その不安を払拭するために商品やサービスを受け入れていく、その仕組みにしか他ならないですよね。で、稼ぐスキルがない人っていうのは当然ですけども稼げないと。稼げなければどんどんお金がなくなっていくと。お金がないからまたさらにね、稼ぎにくくなっていくっていうスパイラルがあるのかなと思いますけども、稼げるようになってくると、確かにね、商品を売らない瞬間ってないんですよね。私もだから去年1年間過ごしてきて、銀行口座にお金が入んなかった日っていうのはないんですよね。ただ私はビジネスをやっていない体のはずなんですけども、露出は激しく出してるんですよね。だからこんな商品ありますよとか、こんなサービスありますよっていうふうにことさらにセールしなくても、自分が出ているっていうだけで、まあアクセスは取れるのかなと思いますね。その上でビジネスを一生懸命やってる人は売り上げが取れて当たり前だと思うんですよ。さあ、それでね、やっぱり私みたいに、吉谷さんみたいに顔出しをしろとは言いませんけども、何かで自分のアクションの痕跡を残しておかないと、それはどうにもならないなと思うんですよ。去年1年間こう振り返ってみるとですね、まあ私が売り上げて立てるのは当然なんですけども、速稼塾に参加したのに売り上げが立たない人いるんですよね。で、なんで売り上げが立たないのかなと思ったら、それアウトプットしてないんですよ。やっぱりやってなければそれはね、やってない上に、あなたの商品何ですかって言ったら、まだ決まってませんって言うんですよ。どうやって売り上げ取るんですかということですよね。いや、久保さん、商品作ったんだけども全然売れないんですよ、このサイト見てもらいますっていうので、サイトを見ると商品作りはきっちりしてるんですよ。で、このサイト誰かに紹介したって言ったら、いや、まだなかなかできなくてみたいなね。あ、じゃあ商品紹介するために集客しよう、集客のためにどんどんね、露出していきましょうって感じで、アウトプットをする、文章を書く、動画を出していく、ツイッターやるみたいな感じで進めていくんですけども、1ヶ月ぐらい経つとね、やってませんになるわけですよ。それだとね、ちょっときついですよね。せっかく商品やサービスがあるのに、オープンした店のシャッター開けてない、看板も出してないわけですから。広告を出せとまで言わないんですけども、看板をかけて店頭に店長が出てね、いらっしゃいいらっしゃいってやりましょうと。それが YouTube をやることであったり、ブログを書くことであったり、 SNS 更新することなんじゃないのっていうふうに、すごく単純な話なんですけどもね、この話を同じ人に何回したことかっていうところがあります。吉田さんも感じられてると思うんですけども、まあですんでね、同じことを何回も言うってことは、それやれば突破できるってことなんですよ。本当に単純です。商品作りましたか、イエスって答えれるか、ノーって答えれるか、あなたはどうやって集客してますか、こうやって集客してます、いやいや、ちょっとやってません、なるほど、どうなのかね。で、せっかく集客してるんだけども、集客するだけでセールスしてますか、セールスしてません、なかなか怖くって、ファンの人になんか商品売るなんて、ファンの人からお金取るなんて、じゃあ誰からお金もらうんですかと、見ず知らずの人ですか、あなたを信用してる仲のいい人からお金もらうしかないんじゃないですかって話になってきますよね。この話を1年間してくるために億万長者合宿っていうのがあったわけなんですけども、今年も同じようなことをするのかもしれないですね。ちなみに1月1日ですけども、私たちの暮らしは特に変わりません。起きて動画撮って、飯食って洗濯して掃除をして、ぼーっとする変わんないですなんかね、正月だから浮かれんなっていうつもりはありませんけども、正月気分全然いいんですけどもね、やっぱり不安を残したまんまお雑煮食べても美味しくないんじゃないですかと。今年どうなっちゃうんだろうと、まあ今だけ正月だけいいじゃないかってなると、あっという間に3日過ぎて、4日過ぎて、1週間過ぎて、1月終わって、今年はどうなるんだろうっていう風なね、12ヶ月中の1ヶ月12分の1が終わっていくってことになります。さあ、もう今年も残り少ないんですよ。本当に始まった途端に残り少なくなってますからね、やばいっすよ。じゃあこの瞬間、今ね、朝6時50分ですけども、もう
1月1日が始まって7時間経つんですよ。いくら稼ぎましたっていう質問をね、ビジネスを転がしている方に言いたいですね。1月1日の朝7時、この時点でもう差がついているということでございます。それでは、吉谷さん、今年もよろしくお願いします。いってらっしゃい。